そうと思います。ゆきゃん、はずまん、はずまんとというか最後まで盛り上がって終わりにしましょう。はい、嫌な顔してる。Oh,
ありがとうございます。そしてマイティボーイズ最後の曲になりますよね。最後になってるんだよね。最後の曲になります。次のライブは全く決まってません。そして、この千葉のツイアン2、ツイアン2、本当に今日お世話になったんですけど、次は千葉のツイアン2でソウルガンで7月30日に土曜日です。土曜日なのでぜひお待ちしてます。メンバーにも言ってみたりして、すごいね、素敵なバンドなんですけど、全然集客がなかなかなバンドなんですけど、すごい素敵なバンドです。もちろんマイティボーイズも素敵だと思うんですけど、ちょっとね、年齢層がいっちゃってね、困ってるんですけど、なんか告知とかないんですか、皆さん。小林さんはないだろうな。健次郎さんがあるんだ。あるね。7月。一応じゃあ告知すると、今月の22日、本千葉のジャムで風天やろうで。今ドラムが子供が生まれて、育休中なのでドラムレスで。あ、ここの人もしても一度。本千葉のジャムで、メンバー3人でソロとか一緒にやったりとかやります。他の方は明日なんか仕事があるんで、ライブがあるんじゃない。千葉、あ、八千代の方だよね。八千代の方で大人でないとというイベントがあるんですけど、私の専門学校の近くだよね。専門学校で、私が卒業した専門学校のそばでライブがあるらしいです。分かんないでしょ。分かんない。全然分かんないけど、私も説明がしにくい感じで、まあいいよね、どうでもいいよね、そんなライブね。まあ、ケンジロウさんのライブも頑張ってよ、岡本さん。